ちは、陳田雅紀です。本日はですね、素敵なバルコニーが2面あるお部屋のご紹介となっております。まずこちらがですね、1つ目のバルコニーなんですけども、こういった形でね、少し小さめとなっておりますので、まあお洗濯物をね、しっかりとしていただけるバルコニーとなっております。周りもね、しっかりと囲ってありますので、外からは見えないようになっております。でこちらのお部屋がですね、洋室となっておりまして、ベッドもね、しっかりと2つぐらい置いていただけそうな広さとなっております。で、収納の方が一番、こちら奥についておりまして、こんな形で、アドバタパイプもついてますので、お洋服や、お布団もしっかりとご家族分、収納していただけるようになっております。天井もね、しっかりございますので、上の方までお荷物、積んでいただくことができますね。収納のね、こういった出っ張りがありませんので、お部屋もしっかりとフルに使っていただけます。で、お隣がリビングスペースなんですけれども、こちらこう見ていただきますですね、かなりの広さがございますね。もうかっこいい、カウンターキッチンですね。しっかりとこう見えるようなおしゃれな仕上がりになっております。で、バルコニーもう一つがこちらの部分となっております。床がですね、こちら、木目に、ね、なってますので、すごくおしゃれですね。バルコニー、日がね、しっかりと当たりますので、お洗濯物も快適に行っていただけます。で、キッチンもですね、作業スペースがしっかりとございますので、お子さんとかとね、一緒にお料理もしていただけそうですね。で、今度は3口の揚げ足コンロとなっておりますので、お掃除も大変しやすいです。グリルもしっかりとついてますし、上のね、換気扇もすごくおしゃれですね。で、収納の方もですね、本当にたくさんついておりまして、こういうふうな形で小分けにね、収納していただけるように、こんな感じ下までね、ついております。で、こちらには小窓もついておりますので、明るく、そして風通しもいい、キッチンとなっております。後ろ側には冷蔵庫や食器棚を置いていただけるように、高い位置にコンセントもバッチリついております。で、キッチンすぐ後ろは水回りとなっておりまして、まずこちらが浴室ですね。お湯もしっかりと溜めて片方で使っていただける浴槽となっております。この辺のね、シャワーなんかもすごくスタイリッシュでかっこいい仕上がりとなっております。こちらが大きな洗濯機も置いていただける、室内洗濯機置き場と、お隣がスタイリッシュなシャンプーベーサー付きの洗面台となっております。この辺もね、しっかり収納がついておりますね。お料理しながらね、お洗濯物とかしていただけますので、すごく家事もしやすい間取りとなっております。で、こちらが手洗いとなっておりまして、もちろんマシュレットもついております。で、もう一つのお部屋はですね、こちらとなっております。こちら側はですね、なんとこんな感じの中庭ですかね、おしゃれなスペースがこうちらっと見えるようなお部屋となっております。で、収納はこちらですね。ハンガータイプもしっかりとついておりますので、お洋服、高さのね、あるお荷物なんかも入れていただける収納がついております。お子さんのお部屋ですとか、寝室に使っていただけますね。で、玄関がこちらになっておりまして、玄関だけでもこんな広さが、ゆとりの広さがございます。で、シューズボックスもね、こういう感じで、下から上までこう使っていただけるようになっておりますので、玄関もね、本当にゆったりと使っていただけますね。なんかもうここまで入ってこれるようになってますので、外出のね、お荷物なんかもこう置いていただいたりもしていただける大きな玄関スペースとなっております。まあ、こちらね、こういう感じで、もうこちらのキッチンがすごくおすすめのお部屋となっておりますので、ぜひぜひ一度ご覧になっていただきたい物件となっております。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のもてなす奈良心陳田雅紀では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。